怖い。怖い。タンゲメ、今日はですね、先日買った積載車に、この KL21 を、積んで、まあ、初の遠征、幸運をね、していきたいと思います。で、昨日、イケイケオトの社長に、ワイヤーの使い方を教えていただいたので、ちょっと早速、積んでいきたいと思います。よし、まず、本日です。TPO を出ます。TPO ですね、TPO だ、TPO。で、リモコン、一応これも持ってきました、ラッシングベルト。ちょっと斜めになってるから、ちょっとトラック自体を後ろに下ろして、怖いな。意外と怖い。
カードの中行った方がいいな。皆さんはどうされてるんでしょうかね。ラッシングとかしてるんですかね。その辺のこともコメント欄で教えていただければと思います。念のため、はい、ロックしてます、ロックしてます。よし、駐車ブレーキも踏んでる、踏んでるはず。よかった、踏んでる。よし、やっと出発。1時間かかった。よし、行くぜ。ね、ちょっとこの2トンロングもちょっと怖いんですけどね。まあちょっと行ってきまーす。はい、現場に着きました。倉庫からだいたい7キロぐらい離れてるとこなんですけど、今日やるところはこのとこですね。一応2筆あるところで、年明けに草を焼いて、で1ヶ月ぐらい前に草刈りをしたんですけど、まあこんな感じで、ここで下ろせるのかみたいな感じですよね。ギリギリって感じですかね。ちょっと道路が狭まってるけど、まあ一応収まってるから大丈夫かな。さあ、まあ、なんとか無事に、これもうちょっと張ってもよかったね、運べたんですが、まあ、帰るまではね、ちょっと油断できない。
よし。じゃあちょっと降ろそうか。よし。PTO をオン。で、一応リモコンがあってあるんですが、まずラッシングを外していきます。なんとか無事に降りました。はい、じゃあ荷台をしまっていきます。こんな感じで、耕せてないところも残高もちらちら見えますけど、一応一旦ちょっとぐらいかな。ここはあの枝豆というか黒大豆を植えるので、またもう1回か2回耕しに行きます。まあなんとか詰めましたが、なんか怖いですね本当に。はい、じゃあ今日の動画はこれぐらいにします。帰ってまたちょっとね、田んぼの整地作業等に移ろうと思います。はい、いすゞのエルフ、これからどんどん、働いてほしいと思います。それでは。